今さ、思いついてんけどこれさ反応速度表す式って2つあるやんかその1とその2さ久々で忘れたりごっちゃになった時さやっぱその1の1さ1なわけやから まあ多くの子がが忘れれちなこれやんかマイナスつくの忘れるのとあとまあ分数やからさこれも思い出せるしあともう一個さこれって時間幅があるからあくまでも平均の速度が出てるだけやからこれって 平均の値だよねっていうのも忘れがちやからこれで全部いけるよね。